98.6 and 80.5. We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday morning live program. Act Us. 豊富いろいろ。時刻は11時を回りました。 FM 富士アクターズ、松見拓也です。東条由加です。ここからは甲府市の時間、甲府いろいろです。甲府は武田信虎公がつつじヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を経て、ついに今年11月3日武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。このコーナー甲府いろいろでは、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。さて、甲府市では武田信玄公の生誕500年という歴史的な節目に向けて、去年11月3日に開催した1年前カウントダウンセレモニーを皮切りに、信玄公について学んだり、より身近に感じてさらに誇りに思っていただけるよう、さまざまな記念イベントを開催しています。今日の甲府いろいろでは、その中からいくつかご紹介していきます。では詳しいお話を甲府市記念事業課の飯田翔太さんに伺っていきます。飯田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどういったイベントをご紹介いただけるんでしょうか。まずは甲府駅北口のペデストリアンデッキで開催されている信玄公生誕の地甲府展ザ・信玄500パークをご紹介します。はい、甲府駅北口のペデストリアンデッキというのは JR 甲府駅の改札を出てすぐ右にあるところですよね。はい、こちらで行われているのが信玄公の生涯や功績、魅力、家臣団、またゆかりの地などを紹介する特別展です。新型コロナウイルス感染症の影響で一時お休みをいただきましたが、現在は再開しています。時間は午前9時から午後6時まで、入場は無料です。期間は来年1月31日月曜日までとなっていますので、お近くにお越しの際などぜひお立ち寄りください。また甲府駅南口にある甲府市観光案内所では、武田信玄公の武将印も販売しています。生誕500年の記念にいかがでしょうか。はい、やはり観光客の方はもちろん楽しんでいただきたいですけれども、うん、実際にね、住んでいる市民の方も意外と詳しく知らないこととかもあると思いますので、ね、うん、ぜひ立ち寄ってみてください。期間は来年1月31日までとなっています。では次のイベントの紹介をお願いします。はい、信玄公生誕500年を記念し、甲府市在住の水彩画家で山梨県内外で活躍されている桜井実さんの作品展を紹介します。信玄公像や信虎公像、武田神社など山梨県内の風景を描いた作品を40点余り展示します。故郷甲府や山梨県内各地の素晴らしさ、四季折々の美しさを再認識いただけると思います。会場は甲府市役所1階の市民活動室で、入場は無料です。期間は10月29日金曜日から11月7日日曜日まで、時間は午前10時から午後4時までとなっています。桜井さんの繊細な描写と柔らかい筆致が生み出す独特の世界観をご堪能ください。うん、はい、水彩画ということで、うん、いつも景色をね見ている方でもやはり水彩画になると違った雰囲気で楽しめるでしょうね。はい、こちらは甲府市役所1階市民活動室で10月の29日から11月の7日までの開催となります。では続いてのイベントをご紹介お願いします。戦国時代、信玄公が情報伝達に使ったとされるのろしを再現して、長野県の下伊那地域から甲府市まで60カ所以上をつなぐのろしリレーを10月30日土曜日に行います。長野県内では信玄公の遺徳を偲んで有志の皆さんによって毎年開催されており、今回が14回目です。今回は信玄公生誕500年の節目に合わせ、長野県から武田氏三代の館があったつつじヶ崎まで館までつなぎたいという思いを受けて、初めて長野県から甲府市のつつじヶ崎館、現在の武田神社の周辺までつなぎます。はい、山梨県内では北杜市から韮崎市、甲斐市、甲府市へとつなぐ予定で、甲府市内のリレーポイントは3カ所です。うん、湯村山と山梨県立科学館、最後はつつじヶ崎館とをゴールに、
のろしの到着を確認します。日程は長野県と岐阜県の県境近くの根羽村を午前11時に出発、甲府市には午後1時ごろ到着予定です。これまでの経験から秋晴れの時が一番よくのろしが見えるとのことで、今回は10月30日土曜日の開催となりました。悪天候の場合は翌日31日日曜日になります。はい、のろしを見る機会っていうのも滅多にないでしょうからね、ぜひご注目ください。そして信玄公ゆかりの地や甲府市内の観光スポットをお得な料金で巡ることができる観光タクシーの企画もあるんですよね。はい、運転手さんのガイド付きで施設の説明も聞くことができます。こちらは期間限定で7月中旬から運行開始しており、新型コロナウイルス感染症の影響で一時休止していましたが、現在は運行を再開し、11月30日火曜日まで毎日運行しています。コースは全部で8種類です。2時間か4時間か信玄公ゆかりの地を巡る旅か、山梨甲府観光満喫コースか、滞在時間や目的に合わせて選べます。いろんなプランがあるっていうのはね、目的に合わせて選べるので嬉しいですけど、この観光タクシーは料金どんな風になってますかね。料金はタクシー1台につき2時間コース3000円、4時間コース6000円です。正規の料金と比べるとなんと7割引きでとてもお得です、さらに乗車された方全員にスペシャル特典もあります。信玄公の武将印のプレゼントや、タクシー1台につき1枚カイテラスで使用できる3000円のお土産割引券などをご用意しています。はい、正規の料金と比べるとなんと7割引き、すごい割引率ですね。それだけでもお得なのにスペシャル特典プレゼントもあったりする、ということなんですね。利用するにはどうしたらいいでしょうか。基本事前予約制で、状況によっては当日乗車も OK です。お問い合わせ先は第一交通です。電話番号は 055-224-1100、 営業時間は午前9時から午後6時です。お得な観光タクシーで信玄公ゆかりの地を回って甲府の魅力を知っていただけると嬉しいです。はい、お電話番号を改めて、電話 055-224-1100、 055-224-1100 番となっています。その他にもイベントありますか。生誕の日当日11月3日水曜日祝日は、武田信玄研究の最前線最強戦士夢の共演という記念シンポジウムや、甲斐善光寺で記念の限定御朱印の頒布を実施します。信玄ミュージアムでも生誕500年をお祝いするさまざまな催しが行われる予定です。生誕の日翌日4日木曜日には、甲府市主催の記念講演会、城から見た信玄と勝頼、また7日日曜日には連続講座信玄公大学のシンポジウムなど、節目を記念するスペシャルのイベントを開催します。申し込み方法などの詳細は甲府市や甲府開府500年の公式ホームページなどでご確認ください。広報甲府にも載っています。はい、ではこういったさまざまな記念イベントに関するお問い合わせ先をお願いできますか。お問い合わせ先は甲府市記念事業課、電話番号は 055-237-5327 です。 055-237-5327 ですね。では飯田さん、最後になりますが、 FM 富士をお聞きの方にメッセージをお願いできますか。はい、生誕500年という歴史的な節目の年に、ぜひ郷土の英雄武田信玄公に思いを馳せながら、さまざまなイベントに参加してみてください。せっかくの節目ですからね、武田信玄公について皆さん知って、そして楽しんでいただければと思います、この時間は武田信玄公生誕500年に関する記念イベントについて、甲府市記念事業課の飯田翔太さんにお話を伺いました。飯田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。このコーナー甲府いろいろは、番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方は、ぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。 FM Fuji FM Fuji Actus